島県いわき市、緑豊かな自然に囲まれたいわき明誠大学。いわき明誠大学は1987年の開学以来、地域の21世紀を支える人材養成に取り組んできました。未来の日本を輝かせるのは、地域の特性を大切に思う視点とグローバルな視点を合わせ持つグローカルな知力。このような高い能力を持った人材を輩出すべく、いわき明誠大学は作ろう地域の未来ををモットーに、2015年4月教養学部を開設。薬学部との2学部体制に刷新し、これからの地域社会を支える人材の養成を目指します。あなたもいわき明誠大学とともに新たな一歩を踏み出しませんか？教養学部はこれからの地域社会を支える中核的な人材、地域基盤型職業人を養成することを目的としています。教育システムにはメジャー制を導入、主専攻はメジャーと呼ばれ、地域と社会、心理と人間行動、国際コミュニケーションの3つ。さらに主専攻で学んだ知識を即戦力として社会で生かすために、また将来の自分を具体的に描くために、サブメジャーと呼ばれる副専攻科目を設定しています。3つのメジャーを主軸に6つのサブメジャーを組み合わせることで、進路に合わせた多様な履修が可能に。例えば公務員になりたいなら、メジャーで地域と社会、サブメジャーで地域公共政策、企業の企画開発、営業担当、事業の後継者になりたいなら、メジャーで地域と社会、サブメジャーで地域とビジネス、企業のマーケティング、人的マネージメントに携わりたいなら、メジャーで心理と人間行動、サブメジャーで地域とビジネス、情報関連産業で働きたいなら、メジャーで心理と人間行動、サブメジャーで ICT、 地域企業の国際担当になりたいなら、メジャーで国際コミュニケーション、サブメジャーで地域とビジネス、中学校・高等学校の英語の教員になりたいなら、メジャーで国際コミュニケーション、サブメジャーで教職。このように組み合わせて体系的に学ぶことに加え、実践的なキャリア教育にも力を入れています。社会人に必須のマナーや課題発見力、実践力などを着実に身につけ、卒業後の進路を見据えたキャリアをデザインできる能力を4年間を通して養成します。ではここで、豊かな自然に囲まれたいわき明誠大学を空からご案内しましょう。校舎が並ぶメインストリートを過ぎると大きな建物が見えてきました。ここは学食などがある厚生館です。お昼休みになると多くの学生でにぎわいます。学食では豊富なメニューを取り揃えており、中でも週替わりのオリジナルメニューは学生のお気に入りです。厚生館には学食のほか、コンビニ、書店、談話室、パウダールームなど、学生生活を楽しく過ごすための施設が備えられています。高齢化社会において存在感が増す薬剤師、いわき明誠大学の薬学部は、次世代を担う専門性の高い人材を養成するために、独自の教育システムを採用しています。基礎教育をサポートするクラムスクール、
演習中心のファーマドリル、学生の潜在能力を引き出すイグナイト教育、個別指導のチューター制、この4つの柱で地域や技術だけではないコミュニケーション力や問題解決能力も備えた質の高い薬剤師を養成しています。その結果、薬剤師国家試験合格率は東北北関東エリアにおいて2013年1位、2014年2位という成果を上げています。再び空から大学を見てみましょう。学内でもひときわ目を引くピラミッド状の建物が見えてきました。実はここ薬用植物園の中にあるダイヤモンドキューブと呼ばれる温室なんです。植物園では2500平方メートルの敷地におよそ150種類の花々が栽培されています。園内で育てられた植物は薬学部の実習に活用されています。いわき明星大学には強力な就職支援体制があり、学生に応じた個別指導も行っています。専攻分野の学習とは別に就職支援を目的とした IMU ビジネスカレッジと呼ばれる学内講座を設置、公務員試験、簿記検定試験など専門講師による講座が無料で受講でき、大学を挙げて資格取得をバックアップしています。またいわき明星大学では理工学研究科と人文学研究科の2つの大学院を構え、幅広く社会に貢献できる人材を育んでいます。では空からキャンパス探索を続けましょう。右側に特徴的な形をした大きな建物が見えてきました。これは小玉記念講堂という建物、明星大学創設者小玉九重先生から名付けられた講堂には1400人も収容できるホールがあり、入学式などの式典や講演、吹奏楽団の演奏会などに利用されています。小玉記念講堂の前に立っているこちらの像はエリーニ平和の像、いわき明星大学のシンボル的存在の女性、ギリシャで発掘されたブロンズ像の貴重なレプリカです。いわき明星大学には充実したキャンパスライフを送るための設備が整っています。およそ26万冊の蔵書を所蔵する図書館は学生の頼りになる味方。図書館と一体化している学習センターは開放的な空間で個人学習やグループ学習に利用されています。いわき明星大学では部活動も盛んです。学内には野球場、グラウンド、テニスコート、体育館が完備され、部活動に打ち込める環境が整っています。さらに体育館にはトレーニングルームを完備、すべての学生が利用可能です。またサークル活動ではいわきが誇るフラガールの伝統を受け継ぐフラダンス愛好会が積極的に活動、学園祭やさまざまな発表会で日頃の成果を披露して地域の方々に愛されています。さらに2013年4月より活動を開始したいわき明星大学が誇る吹奏楽団も活躍、各種コンクールや地域のイベント、学内行事に積極的に参加しています。最高の学習環境、そしてきめ細やかな教育システム、
彼らの笑顔の秘密は充実したキャンパスライフにあったんです。求められる場所で活躍する将来への入り口がここにあります。さあ、いわき明誠大学で地域の未来を作りましょう。